おはようございますおはようございますありがとうございます、えー、今日は5月5日ですよね今日今日が連休最後なのか明日あれ、今日も奥だから明日休めば土日まで行くんですかね連休っていうかまあ、あんまりわかんないけど皆様いかがお過ごしですか、えー、昨日はえー、とちょっと父の用事で 出かけけたたんですけどあの道が空いてましたねやっぱりね。ですけどあの都心ね日本橋の方とかあっちの方かな,なんか行ったんですけどただまあ要所要所はね混んでるんですけど、あのー、道は空いてただから1時間かかる1時間以上かかるところが40分ぐらいとかねそんな感じで。あのー そんな感じでしたけどそのぐらいですかね連休を感じられるっていうのはあとすごい人が出てたのとなんかデパートとかすごいいるみたいなあのそういうとこ通るとなんかもののすごいいみんんななな買い物ししてるような感じでしたねなんかあのそういうなんかお買い物したもの持ってる人がいっぱいいたんで皆さんなんかね今年のゴールデンウィークはなんか。 遊んでるんですかねーっていう感じですけど、そんな今日この頃です。なんか今日はあったかいです。そんな感じですね。じゃあちょっと行きたいと思います。お願いします。うん ありがとうございましたえっ、ー、とえっ、ー、とー今日はあの今日はなんか出かけるんですけどでも、あのー、ここで言ってもらえけど忘れないようにあれなんですよ今日あれですね勝負湯に入る日ですよねそうその季節の行事やんないと大変なことになるんであのねえっ、ー、とーかえ書いてあるんですけど忘れないようにって今思ってますけどね。 んかないなんかないですかみたいなあのー、そうだなさい最近っていうかじゃあ今朝思ったことはあのー、あれですねあのー、えっ、ー、と全部同じ全部もう本当そんな話ばかり全部同じ、あのー、やってることはいろいろだけど 全部同じ全部同じことなんですよねなんかななんあのー、なんていうのかなその自分の中で矛盾がなんかない方がいいない方がいいっていうかあのー、なんかあでも似てるかもしれないけど最近のあのあのー、物事にこう優劣をつけると。 大事なこととかどうでもいいこととかってなってくるとあのー、ほとんどどうでもいいことになっちゃうんですよでほとんどどうでもいいこととそのやってる時間と大事なことやってる時間っていうのを区別するとなんかなんていうのかなあのー なんかちょっと自分の中でちょっと卑怯な感じっていうかあの自分の中であのなんていうのかいざという時になんか対立があるっていうかあのだからねなんあすごい説明しにくいですね。あの全部の,だなあのっていうのがなんか。 あの物事をこう名前付けて何やってる何やってるとかあの区切り線引いて今からこれとかいろいろあの区分けすることによって、まあ、あのこの世があるんだと思うんだけどあの本当はなんか今ここを生きてるだけだからあのそういう意味では全部つながってるのである瞬間から。 ここから重要とかっていうのはただそのそういう幻想のなんか線を引いてるだけだからあのー、やっぱりずーっと今が続くだけじゃないですかだからなんかあのう、ー、んんかたった例えばじゃあ 例えばそのピアノの練習っていうふうに思ったらもうなんか24時間ピアノを弾いてない24時間はピアノの練習なんですよ。あのなんかもういつかは役に立ちますよみたいなことではなくあのなんかなんかそんなたと。 そ,れそのまあ別に何でもその解釈だからどうせそれだってなんかあの幻想っていうかどうでもいいんだけどそれでいくとなんかあの日々の雑用がなんかあのああ,あって感じじゃなくなるような気が。でそうそうそうなってからあのちょっとやっぱ変わ そうなってからっていうかそんなにはっきり意識してなかったけどそういえばでもそうなってからあの言語化できてないけどちょっとそんなニュアンスのことをそういえば思った時に開き直ってこう全部全部じゃあやるみたいなんて全部やるっていうかあのあのなんていうのかなあのそんなこともそんなこともやるったら変だけど。 あのじゃなくて優劣つけてた時だとあの雑用とかその、えー、とじゃあ例えばピアノ弾いて練習してる時間が一番いい時間だと私にとって価値がある時間だとしたらそれ以外の時間が。 あのそれを邪魔するものだっていうふうに捉えていたらほとんど全部そう,なんだそうなっちゃうんだけどそうなるとえっ、ー、とえーとえー、ともう説明が難しいそうなるとえっ、ー、とね邪魔するものだっていうふうに思っているとえっ、ー、とまあいざという時に。 あの後ろめたくなるんですよね後ろめたいっていうかその全然違うことをたくさんしてしまったみたいなあのそれは私のせいじゃないかもしれないけどあのその弾いてる時間だけをいいとしたらあのこれしか弾けなかったとか、えー、とこれしか練習できてないとかっていうのが あのいざという時にすごい何て言うのかなマイナスの暗示になる,なるわけで当然だからよくそのそのもうそれ何て言うのかなえっ、ー、と例えば受験とかなんかでその環境的に許されてそれ一本でっていう時は例えばその時の本番の1 本番とか別に本番じゃなくても誰でもなんかいざという時あるじゃないですかいざという時の、あのー、腹の決まり具合みたいなのってその,その時の瞬間に自分に対して自分がどう自分のことをどう思ってるかみたいなのって結構影響する,すると思っててそうすると,、えー、とーなんか自分に対して後ろめたいと。 あのぐらつくんですよねその,その瞬間に。であのそこに矛盾がないとあの本当に紙一重の世界受験だって多分そうだと思うけどそ,そこに矛盾がないとあのやっぱりあのギリギリのところで踏みとどまれるとかギリギリのところでなんとかこう。 あの、つなったりから落ちないで、とかっていうところって、あのー。結構自分との、本当に、じ。だから、なんか、それこそ、あの。えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだったっけ。えっ、ー、と、六方杯じゃなくて、あの、陰徳だ。陰徳とか、ああいうのって。だから、協力なんだと思うんですよね。それだけじゃないけど。その、自分との、なんか、あのー。 あの強いなんか信頼なんかその自分に対して後ろめたくないっていうのってあの最,最終のとこで自分を信じれるみたいな感じになるのにでそれとれと同じでその全部の時間がちゃんと,その、えー、と例えばピアノならピアノに。えーと なんていうのつながってるっていうかなんていうのかなっていうふうに解釈してしまえばあの、まあ、例えばピアノをやるためのその一部として私はお皿を洗っているとかそういう感じになるトイレを掃除しているとかなんか他の雑用をやっているっていうのもそのつながりでその。 なんかそんな感じにすると全部一貫するからとりあえずその矛盾はなくなるなっていうのを改めて改めて思ったっていうかそんな感じですかね。えっ、ー、となんかあそうだからそのえっ、ー、とあれと一緒なんですね逆,逆で考えるとそのあのやっぱ天才的な人っていうか私が憧れるようなこう 桁が違うような人っていうのは、その、この間言ってたように、あのー。本番と日常に、境目がないっていう。その、普段の、あのー。あの、エリックサティの好きな言葉で、あ、関係なじゃないや、ジョンケージがエリックサティのことを言った好きな言葉で。エリックサティは、その。ナイトクラブだから、酒場の、バスへの酒場で。 その喧騒の中でピアノを弾いている時もあの教会であの祈っているみたいな神聖な空間にいるのと全く同じあの状態っていうか心持ちできっとピアノを弾いていたんじゃないかなってあのジョン・ケージがエリック・サティのことを言ってたんだけど。 そ,のそういう感じでその例えば高橋裕二さんってそれこそエリックサ、ね・サティーをねとかあのあの天才的な方ですけどその人とかもやっぱりあのもう一線超えてる人ってそのステージとかでピアニストですけど、まあ、作曲家っていうかなんていうのかなこあのちょっとちょっとなんかレベルが違う天才なんですけど。 あのもう別にお客さんも何もあのステージの上と多分自宅ともう全く同じだと思うんですよねだからつまりは自宅でもそのっていうのはステあ,のある人から見たらなんかセッタみたいな履いてアロハシャツみたいな短パンで出て,あ出てきちゃったりしてその由緒あ,あるクラシックのホールで。 でお客さんも超なんかあの真面目な感じでいてでそこでなんかダラダラって出てきてでろくに挨拶もしないでなんか「弾くとすごい」みたいな,なんかみんなあの一気に引き込まれるみたいなでまた何かしゃべり始めたら適当に喋ったらもう止まんなくなって異常に音楽会が延長するとかあのもう自宅のなんか今っていうか全く変わらない。 のを人が見たら「なんてなんか礼儀がない」とか、まああの「この方には言わないでしょうけど」とかそこ,うこっち基準で思うとそうかもしれないけどあのでもまあそのとんでもないクオリティのものを出すから誰も文句言わないしそれがキャラだからむしろそこが愛されてると思いますけどでもまあそういうこっちからそのそのきちんとすべきっていう方から見ると。 その、えー、とコンサートの,その瞬間は舞台の上はあのこう別例えばそこだけが神聖だって思ってる人から見たらバカにしてるって思うかもしれないけど逆に考えると多分あの自宅でも自宅をバカにしてないっていうかその例えばそういう人ってその自宅あの、えー、と舞台の上でくつろいでる人っていうのは。 逆に言えばその日常二十四時間舞台の上にいるんですよね多分舞台の上って言ったら変だけどそこに何の境いもないし時間に優劣がないんだと思うんですよねでだからその本番に向けたあのその下にあるどうでもいい練習時間ではなくてそこで誰もお客さんが見てなくても なんか最高の瞬間が出たらもうそれでもう十分満足っていうかあの誰か見てたかなとかそういうんじゃないところにいるんですよね多分。それでだからそれとそのそのそれとそのさっきのさっき私が今朝思ってた話っていうのでそのだからねその だからそういう天才の人とかってあの緊張とかねやっぱ緊張ってあの、まあ、緊張別にいいんだけど、えー、とその異常なそういうのがないっていうのはやっぱりその自分の現状以外い以上の,あのやっぱりその人は分かんないけど私が思うに緊張って。 であのいい緊張もちろんあるけどあのそうじゃないやつって今の自分は全部ダメだとそれであのダメっていうかその今の、えー、と受け入れたくないと私はこんなんではないとそれで、えー、と一発なんていうのかその瞬間だけあのその平常っていう。 普通っていうその自分の普通じゃないあの自分のイメージで何て言うのかな高みを目指すとはまた別のなんかそこを一個なんていうのかなあの狙うから一か八かみたいにねまあでもそれってみんなあるし私なんかそれしかないって感じかもしれないけど一か八かを狙う時にそこのギャップ にすごい、あのー、リスクがあるから緊張ってより緊張するってあると思うんだけどあのもっとうまくやろうってだけどそのもしお客さんがいなかったら緊張しないわけですよ誰もっていうのはよく見せようっていうのがなくなるからじゃないですか。そそそそそれれでそのそのそのでででののなんううういいうああいう人たちがその リラックスしててるかっていうとそのそれが私がさっき言ってたやつとはまあ分かんないけどその日常全部が舞台の上のだけが高くなってないってことは日常が上がってるともいえて上がってるというのは日常の価値があのと同等なんですよ。 で同等なんとかは知らないけど私の,あの最近のっていうか昨日とか今日とか思ったのは、えー、とっていうか、まあ、思ってたけどそのもう一回言うとその例えば本番とかにいざという時の本当の瀬戸際みたいな綱渡りが落ちるかみたいな時に踏みとどまれる力って自己信頼だと思うんですよ。その自分の中に あの矛盾があるとぐらつくで,でさ,さっき言い忘れたなそのだから受験生とか例えば一つの方法としてもう死ぬほどやるかくだらなくても間違ってるかもしれないけどその努力と根性でもう,もう死ぬまでやるみたいなところまでとりあえずやれっていう方法が1個あるのはあのただ一つその自己信頼だと思うんですよね。これだけやったったていうののがその あのそのやり方が間違っていようと何にしようとその瀬戸際の時にその綱から落ちるかみたいなところであのそこをその自己信頼があの踏みとどまるな感じがするんですよね。で,でそれが陰徳もそうでその,その時に自分をあのなんていうのか裏表ある自分とか。 えっと矛盾がある自分って人に見あ見えなくても自分だけはよくわかってるからしかも表面は見たくなくても真相ではわかってるからいざという時にやっぱグレグラつくっていうかあのブレるっていうのになる気がするんですよねそれでそうそれと一緒でそのだからその日常のえっとピアノを練習してるだけがいい時間ってすると。 あのそのいざという時に私はなんかあんなあのちょっとしか練習してなくてその他の,あの雑用をいっぱいやってしまったみたいなハンディがすごいとかそれがなんかコンプレックスとかそれが弱みとかっていうふうに解釈してるとあの後ろめたさしかなくなるわけですよ舞台で。だけどその やっぱりその時間のこと考えた時にその時間っていうのは、えー、と時間っていうか世の中の、えー、とピアノ弾いてる時間とかこっから何とか、えー、と今何ってそう,そういうのってあの区切っただけじゃないですか概念で。でいろんなことを言ってるけど何をやったとか何をやったとかどこに行ったとか言ってるけどやってることはただ一つで今,今を生きてる。 だけじじゃゃなないいでですすかか今を生きてる以上丸じゃないですかでそれを、まあ後からあの区分けしたりあのこのジャンルのことやってるとかなってるだけだから、あのー、ちゃんと今を <laughs> ちゃんと今をこう生きるみたいなまあ、まあ、最も単純化するとそうなっちゃうけどそのつながってるなって思ったんですよその本番と。 だからお皿洗いも本番の一部とかさっきも言ったけどトイレ掃除も本番の一部っていうかそのままそのままその時間は本番に流れるからだって今だからっていう感じかなってちょっとなんかだからその瞬間だけそれをやればあのー。 まあ矛盾はなくなるからちょっと分かんないですけどちょっとそれで実験してみましょうみたいな感じですけどそんな感じでも多分なんていうのかななんかあのそのいろんな勝手な解釈とかでやっぱりいろんな思いになるんですよね。自分で 自分でなんか,か,んかん簡単にひっくり返せるっちゃひっくり返せるような気が陽子 <laughs> さんが「優劣つける必要ないですね」って「優劣つける必要優劣って何でつけるんでしょうね」なんかまあでもそれはそう,そう言われるしねそのまあ人目って感じですかねだからもう人目ですかねやっぱり。 人目がある時と人目がない時の優劣かもしれないですねなんか、あのー、それがなんか関係ないですよね、うん、だからやっぱ子供とかって人目じゃなくこう没頭しちゃって、まあ、まあすぐちょっと大きくなったらもうすぐ人目結構結構あの自分のこと思ったって、まあ、3つぐらいまでですかねちゃ,んあのち,ゃんとちゃんとしてたっていうかその。 媚びなかったのは、もうご幼稚園ぐらいに行くとやっぱり見てるからとかなりますよね。そそこがね、ね。汚汚いいっちゃ汚いんですけど、ね、そうです、ね、だから結局まあ元,に元に戻ってそうクマさんがおっしゃってくださってみたいな瞬間瞬間って瞬間瞬間をあのー、生き抜くみたいなしかないですけどねでもいざとなったらそうなるんですよね。その、 あの全部んあの、舞台とか行ったら全部ん飛んじゃうっていうかその思考ではないかというか役者の人とかも本当すごいと、まあ、同じっていうかあのいやあの私は全然そのあの <laughs> あのはピン切れの木端くれなんであの同じっていうのはそのその 素晴らしいピアニストの方々とか音楽家とか役者とかみんな同じだと思うけど多分その舞台上がっちゃったらちょっとまたその時空が違ってまたちょっと話が変になっちゃうけどあの今までやってきたこととか一回チャラになるような気がするんですよねそのその直前まではここはこうでこうでこういう風にできるようになっててこうでっていうのと本番の上と全、ま 全く違う何も持ち越せてないっていう気がするんですけどそこで持ち越せてんのはなんか平常のなんかあのまあだから実力テストですよねそのあの化粧全部落ちるみたいな感じはだから例えばわからないですけどあのわからないけど例えばそれがあの。 セリフだったらっていうか知らないけどそのに例えたら私からその覚えたたセリフ全部一回落ちるみたいなそして舞台で自分の言葉としてもうしょうがないからあのー、そこに今ここにある自分の言葉を喋っていくと最終的に台本と合ってたぐらいなかか。なんか こうだから毎週毎週違うってことですよねあの持ち越せないってことですよねその持ち越せないけどものはものとか記憶は持ち越せないけどあのなんか経験なんていうのかなその経験みたいなあのやったとかあの ななんていうのかな印象じゃなくてそのまあ信頼っていうか事実っていうかなそのだからきっと大丈夫というかそういう感じのものしか残らないような気がするけどそれだけあればなんとか綱渡れるような気もしますけどわかんないけど、まあ、そんな感じですねそんな感じのことを今日思ってましたね。 ということであのなので何か全部同じだから全部同じって最初に言ったのそういう意味だから全部同じだと思って何かでも本当になんかそんな気はしますけど本当にっていうかあの全く他のことをやってる時にあの こうやってなんかやってた時とは違う方向からポンってヒントが来たりすることって何に対してもねあるような気がするのでそんな風に思ったりちょっと実験していこうと思ってますっていうことでしたでは終わりますコメントありがとうございましたようこさんとくまさんとということで えー、今日は5月5日、端、え、午、ー、の節句ってことですよね。えー、ともうゴールデンウィークも生まれますけど今日が素敵な一日でありますようにありがとうございました。ではまた明日の朝に失礼します失礼します。